はい、それではね、こちらの記事紹介していきたいと思います。で、この記事なんですけども、スワニーセレクトで、スワニーがね、プロデュースした麺屋さんのね、シーチングの上にですね、ちょっとね、水玉をイメージしたね、刺繍を施した記事になりますね。はい。で、まあ、この記事ね、スワニープロデュースということで、まあ、こだわりどころなんですけど、まずはね、このドットのね、モチーフなんですけども、ちょっとね、テーマなんですけども、まあ、子供から大人までこう、カジュアルに楽しめる、そんなね、テーマを持ってちょっと作ってみました。はい。で、まあ、色目もね、こう、ちょっと明るいこう、色目から、このようなね、こう、大人が使ってもクールでね、スタイリッシュにもできる、そんなね、カラー展開になってますので、その辺もね、ちょっと参考にしてみてください。で、まあ、春夏向きのね、白をベースとしたね、シンプルなね、こんなカラーもね、ありますので、まあ、これなんか多分人気が出るんじゃないかなと思うんですけどね、使いやすいカラーだとは思います。はい、次に、こちらの素材なんですけども、この生地も洋服をイメージして作ったんですね、春夏の。で、綿麻のシーチングっていうね、厚みで言うと、ややこう薄手でね、洋服に使いやすい素材にしてみました。それもね、参考にしてみてください。はい、次にですね、生地の質感いってみましょう。はい、じゃあ、まずね、こちらの厚みなんですけども、今ね、先ほども説明させていただいてる、いたんですけども、綿麻のシーチングということで、ややね、こう薄手ですね、ちょっと軽やかな素材になってます。なのでね、春夏なんかにはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、次にですね、風合いなんですけども、これはね、本当にね、ベーシックな風合いになってますね。どんどんね、綿麻の生地なので、洗えば洗うほどね、すごくこう柔らかく変化していきますので、その辺もね、ちょっと参考にしてみてください。はい、次にね、ドレープですね。で、ドレープも今ね、程よいこう張り感っていうのが最初ね、あるんですけども、こちらもね、何回か洗っていくうちにすぐにこう柔らかくなってきますので、その辺もね、ちょっと参考にしてみてください。まあ、ギャザーを寄せたね、デザインなんかも全然いけますので、はい、その辺ね、作品ね、お客様の方でね、いろいろね、考えていただければなと思います。はい、次にですね、透け感ですね。はい、な感じですね。まあ、透けすぎないっていうこともちょっとテーマにして、非常にね、使いやすさもね、考えられてね、作りましたので、その辺も参考にしてみてください。はい。で、この生地なんですけども、まあ、洋服はもちろんね、シーチングということで、小物雑貨とかね、まあ、インテリア関係とかでもね、使えるようなね、厚みで作ってます。基本的にはこう軽やかな素材になってますので、その辺もね、お客様の方でぜひね、参考にして、楽しい作品ね、作ってみてください。で、スワニーではですね、メイソンっていう、綿麻のね、シーチング素材があるんですけども、そちらとのね、コーディネート、切り替えとかでね、楽しんでいただいてもね、良いかなと思うので、その辺もね、ぜひね、参考にしてみてください。とっても爽やかな可愛らしいサンプルをね、ご紹介したいと思います。こちらはですね、フレンチスリーブの、こう、割とね、ゆとりがあるといいますか、身頃のゆとりがありまして、で、ここがね、2枚仕立てのように見えるように、こう、タックが入ってるんですね。なので、上下別のような一瞬デザインに見えるんですね。で、下がギャザースカートになってまして、もちろんこれワンピースなんですけど、で、こちらのね、刺繍の素材がすごく素敵なんですよ。こんなカラフルなパステルカラー調のね、刺繍が入ってるんですけど、ただね、一色で縫ってるんじゃなくて、これもっとアップで見えます。刺繍のステッチがかかってる水玉ドットになってるんですね。とてもこれもね、味わい深くて、手書きのような雰囲気になっている刺繍で、とても素敵ですよね。で、こちら無地と合わせてありますが、今回はね、ペパーミントグリーンみたいな色なんですけども、ここのね、水玉にあるピンクとかね、ブルーとかと合わせていただいても、お好みの色で合わせていただいて素敵だと思います。後ろもこのように、ちょっとね、可愛らしい秋がついていまして、ボタン一つでね、かぶってきていただく感じのタイプになっておりますね。後ろから見ても可愛いですよね。で、こちらね、子供服のデザインもありますので、親子セットでね、着ていただいても素敵ではないでしょうかね。で、これだけの色ありますので、組み合わせいろいろ、もちろんね、刺繍の生地だけ一色で作っていただいても素敵
と思います。いろいろアレンジ楽しんでみてください。